はい皆さんこんにちは今日は今 SNS などで話題沸騰のですね数の AI という音楽を作る AI これについて音楽プロデューサーサウンドエンジニアとしてのいろんな提案を皆さんにお伝えしたいと思いますもうたくさんの YouTube なども上がっていますので 細かい解説はそちらを見ていただいたらいいんですけれども僕は音楽のプロとしてお話しすると言ってもこの AI に対していちゃもんをつけるところはほぼないです素晴らしい音だし素晴らしい能力で今日まで生成 AI でできるミュージックというのがいろいろ出てきましたけれどももう次元を一つ超えたというほどになっていますし そして課題としては生成でも僕も今音楽をやっていますけど長いことをコンピューターのソフト開発そういうものもやってきましたのでもうこの先はあと日にちを待つだけで完成度の高い音楽ができることはこの素の AI の将来というのは見えている。 とといいいいうぐららに素晴らしいミュージックソフトだと思っていますご存知のようにこのソフトのいいところは我々日本人にとって日本語で歌を歌ってくれるという今までにはなかった素晴らしい機能がありますのでこれを最大限に活用していきましょうそこでじゃあ歌詞を作るといった時にどうやって作るか一つは「 僕が今までかなりお勧めしてたくさんの人が使ってくれました AI 作詞ツールの仕掛けというのがあります僕は直接開発者の人とお話をしたりして意見を取り入れてくれたりもして今日まで来ました AI 作詞ツールというのはこんな画面で作っていますこれのいいところは 音数いわゆる日本語の歌詞というのはひらがなに直したような数でですね音の数を揃えないとあまりいい音楽になりにくいですいわゆる字余り字足らずそういうような音楽になりやすいですがこれはその部分がとてもよくできています初めて見る人のためにお話をしましょう まず A メロを作りますとかいうことで何文字にしますか ?20 文字とかいうふうに入れていくわけです。今度は25文字。いわゆる1行どのぐらいにしますかということです。次は16文字。そしてセクション B を作ります。そして今度は20文字。そして20文字。まあこの要領で サビなども作っていくわけですそしてこの文字数が決まるというのは先にメロディーが作ってある「タラララララ,ラ」「タラ,ララララ」とかいうふうに指折り数えてですね「あ七7文字だ」とか「10文字だ」とかいうふうにして数を勘定してですね曲先の人は特にいいと思うんですね。そしてここで 一行生成というのをしたら考えてくれます。今回はクリスマスソングとこちらの方のプロジェクトの設定というのでやってありますのでクリスマスソングを作りますこれでよかったら次の行ちょっとメリークリスマスすぎますよねこれでは少し面白くないのでちょっと修正をしますキーワードがクリスマスプレゼントだったからです例えば ここで、半角間末区切りで、車、ドライブ、そしてカフェ。こんな風にキーワードを多く入れましょう。そして、作詞画面に戻ります。もう一度、上の行からやり直しをします。やり直す時クニュッときは、くにゅっと、更新ボタンがありますので、これでやりましょう。はい。よくなりましたね。ですから、キーワードが大事だということはよくわかりますね。そして、 上の行を考えた上で次の行を作りますですから関連されていきますじゃあ B メロもやりましょうこのように歌詞を作ってですねそして右のメニューから歌詞のテキスト表示ここでテキストをコピーとするとこれがクリップボードにコピーされるこれが僕が今まで応援してきました AI 作詞ツールシカキ これの使い方です。でも文字数などをこのように考えてやっていかないといけないいわゆるノープランの時そういう時はうーん何文字がいいんだろうとかですねそういう風になりますじゃあ僕も GPT で毎日ほど GPT 図 GPT スクリプトですがこれを作っています見てくださいこの数 はい、そしてこの歌詞のソフトはかなり早くから作っていましたじゃあこれをやってみましょう歌詞ならお任せということで初めて使ってくれた人は何から相談すればいいですかこのようなメニューでやっていただくといろいろ質問してくれますですから質問に答えていくだけです作詞のご相談でしたら以下についてお聞かせくださいということで 作りたい曲名、ジャンル、大まかな要望のイメージとかですね、A メロ、B メロとかいうのがあります。でも、これのいいところは、すべてお任せということができます。でも、タイトルだけは先ほどと同じように、はい、このようにクリスマスプレゼント、これだけは売っておきます。そしてまあ、J-POP にしましょう。 他はお任せ。このように言うだけです。そうすると勝手にやってくれます。クリスマスプレゼントというテーマで J-POP の歌詞を作成しますね。ということで、これでいいですかみたいな。そして、まずは一番の A メロ、B メロを作り、ご確認いただければいいです。ということで、じゃあここで OK。はい、先に A メメロロと B メロだけ作ってくれました。これ全部作ってからですねいや違ったっていうことのないようにここで「街並みを染める」が「街並みを彩る」に変えてほしいんであればそういう風に言いましょうでもまあ今回はテストですのでパッパッパッとさせていただきますじゃあ OK を出します残りのサビとかそういうようなものを作ります 大サビも作りましょうか、というふうに言ってますので OK そしてまあ今は余分なところかも分かりませんが歌詞のひらがな表記も希望でしたらお伝えしますということでひらがなにも直すことができます。ひらがなで、という,ふうに、 一応します今はいらないかも分かりませんがこのようにしましょうはいこのようにひらがなに直してくれて例えばシンセサイダー V とかボーカロイドとかそういうところで使う時にも便利になっています。 じゃあ早速です今話題沸騰のスノ a i これに歌詞を渡しましょう今日のところはこの A メロと B メロこれをコピーしますそしてスノ a i に来ますここで普通は左の作成するを押すとこんな画面になるんですがそこからカスタムモードにします自分で歌詞がある人はこのようにしましょう ない人はここでランダムな歌詞を作るというので作ることもできますはいでも英語歌詞になりますですからここでですね今のものをこのように当てはめますじゃあこのようにしましょうそしてこのコーラスという言葉はこちらにもらいましょうそしてこっから後ろは消しますもちろん 今のこのやり方は最初歌詞を作ってもらったからです本来はこんなことする必要なくこのように入れましょうこのカッコのバースとかコーラスというのはあった方がどこで境目かというのが分かりやすいですのでこの言葉は入れておく方がいいと思いますバースコーラスこのようにカッコでくくりましょうじゃあ あとは音楽のスタイルですが J-POP このようにしましてそしてタイトルこれはクリスマスプレゼントという風うに入れましたこれでこのオレンジの作成するボタンを押しますしばらく待ちますこの待ち時間はノーカットで皆さんに見ていただきましょう作れる時間がどれぐらいかわかるためです 待ち遠しいですねこの裏でどんなことしているのか見てみたいですよね僕たちが DAW で音楽制作するのと同じようなことおおできましたちょっと聞いてみましょう。 ここで再生を押すと聞くことができます はいこんな感じにできました次の曲です2曲目2曲ずつ作ってくれます こんな感じにできるわけですフィニッシュというのが僕は今のところはプロとしては気になります多分サブスクリプションとかをするとできるんだと思います もう少し煮詰まってきたら僕はサブスクに入ると思います。もうそんなに問題はないですよね。そして僕は A コンデジタルのリミックスというようなソフトを持っています。この右の方に出ていますように5つのパートに音を分離できるソフトでまずまずの精度があります。そして今までのものとは違ってリアルタイム処理ができます。 いわゆるこれを入れてボーカルだけ他は右側の4つはですね全部下げてしまったらほぼボーカルだけになったりしますですからオケとボーカルをほぼ分離できるということですアイドトープの RX とかだったら時間がかかってそれを待つ時間というのが要りますがこれは全くリアルタイムでできるというソフトです こういうのを持っていたら音の分離ができますよね。音の分離ができたらさらにさらに今シンセサイダー V の最新バージョンご存知でしょうかこれはですね、オーディオの歌があって今男性の声で歌ってくれましたよね。それを一発で女性ボーカルに切り替えれる。それが本先月ぐらいから シンセサイダー V のベータバージョンですけれども出来上がっていて僕はもう試していますそんなような AI を取り巻く音楽の環境というのがガラッと変わってきていてそして今は皆さんチャンスですもし皆さんが DTMR、er、なら大きなチャンスですのでこれを見逃してはいけませんでもやっぱりアナログ好きな人は AI で作るのはなぁ ととかいうことで悩んでる方もたくさんんおられれますすここが音楽ととというようううだろかよなことですねでねも世の中のほとんどはですねワープロができた時も「俺は筆が上手なんだから書道5段なんだから」とか言っていましたがもうそれはほぼ通りませんもちろん芸術的な書道というのは残っていますでもビジネスなんかではほとんどがワードプロセッサー いわわゆるデジタルになったわけですそのようにスマホもしっかり携帯電話からスマホというのに変わってきてそしてこれからはメタバースとかそういった世界に嫌でもなっていくんですそしてまだまだだなと思っていた DTM をやっているあなたでもこれを聞いてそんなにこれを否定的に言う必要はないぐらいのクオリティに なってきましたそして自分たちは趣味で作ればいいいと思います自分のアイデンティティをぶちつけてそして音楽を作ればいいんですけれども一般の人がもうどんどんこうやって音楽を作っていますのであなたが完全な趣味ならばそれでいいですけど僕のように 音楽を作ることが仕事だった人間はその前の状態を懐かしんでいたようなことで俺は作るんだと言い張ってもでですねこれかからの時代どううなっていくんでしょうかもちろん賛否両論はあると思いますが僕は間違いなく AI そして先ほど冒頭で見せました歌詞を作るこういうソフトを開発して皆さんに 提供しています是非とも概要欄からチャット g p t プラスに入っている方は無料で使っていただけますそしてまあ歯科さんの方も優秀ですけれども僕のソフトはノープランで向き合ってても簡単に出してくれますこの速さたるは他ではできないぐらいの速さになっていますのでどっちがいいとかじゃなくてどっちも使えばいいす。 いいんだと思います今日はご視聴ありがとうございました音楽プロデューサーとしてのこれからの AI ミュージックこれを検証してみましたまったね